どうも、タダチャンネルです。本日はウシガエルの超簡単さばき方を紹介します。ウシガエルのお尻にこの突起があります。この突起を目安にパンツを履いているように V の字、このくらいの角度、 V の字で切り込みを入れていきます。ある程度まで切り込みを入れて探る。そしたら大腿骨の付け根が指で触ってわかります。そこの付け根の先端に刃を入れる。このように簡単に取れちゃいます。スーッとこの角度で指で探りを入れると、足首は肉が少ないのでこう逆折りにして関節の入れ所を探る。そして切り込み入れ、逆折りにして関節の位置を探り、はい。そして最後に皮を剥いちゃう。ズバッと、このようにウシガエルを簡単にさばけちゃいました。